もうほとんど元通りですね。復旧の進捗は9割超。ほどなく機能を取り戻すだろう。でも失われた命は戻ってこない。そうだな、戻ってこない。しかし多くを救った。お前たちが成し遂げた。他の場所にも行くんだろう。時間の心配はしなくていい。気が向いたら車のところに戻ってこい。ありがとうございます。私たちはどれくらいのことができたのだろう。そのためにどれくらいのことを割り切ったのだろう。美咲さんもしおりさんも他のみんなも、そして斑目さんも。誰もが生きていたかったはずなのに、選ばれたのはなぜなんだろう。どうして私は。何か私に聞きたいことがあるのか。元に戻った街並みが見たい。お前自身の心の整理とも思ったが、他にも何か考えているように見えたのでな。そう見えましたか。場所を変えるか。この部屋。安心しろ。この部屋には記録媒体は何もない。あ、記憶が蘇った時の。ああ、記憶が奪還された時、カウンセリングの記録ももうしない。他のみんなにも通達するつもりだ。お前には先んじて伝えることにはなったが。なぜですか。私たちの記憶を、ドールになる前の感情を管理しておかないといけないんじゃ。それが我々にとって、お前たちにとっていいことなのか疑問が生じたからだ。マスターからの報告を受けるたびに感じていたんだ。思い出したくないこともあるはずだ。それを強いて得になるとも限らない。私たちはそれを思い出さない方が良かった、そう思うようになったってことでしょうか。お前は本当に答えにくいことを聞く。正直、以前のお前たちを知る私から見て、思い出さない方がいいと思うことはある。感情こそがお前たちの力の源。しかし、それを揺さぶれば揺さぶるほど力になるのか、どんな感情でもそうなのか。いや、それ以上に死に至る感情をもう一度お前たちに味合わせるのは。人として死ぬか、人形として生き延びるか。思い出しているのか、あの時のことを。少しだけ、でも全部じゃないです。私が考えていたのはそれかもしれません。他の人にその選択があったらって。
他の人だって選びたかったんじゃないかって。救うべき命を選択しているのは私だ。お前たちじゃない。その席は私にある。そこを取り違えるべきではない。私たちも選んでますよ。生きるかどうかの瀬戸際で、間に合う方は、助かる方はって。だから、どうしたらその嫌な選択に慣れていけるのかなって。それを慣れている者に聞こうと、そういうことか。でもその、まだらめさんだって嫌な気持ちになってないわけないし。嫌な気持ちにさせちゃったら。そうだな。嫌な気持ちにはなるな。どんなことがあっても慣れられん。慣れない方がいいんだ。じゃあ、ずっとこんな気持ちで？いや、そんなことはない。カナや、他のスタッフ、記録媒体廃止の賛同者たちなどもそうだ。その苦しみを知る者がいれば、慣れはしないが、楽にはなる。じゃあ、私もそれを背負えますか？皆さんの心を、私も一緒に。いや、その責任は。責任を分かつ機会をお前たちから取り上げている。そういう解釈も。そうだな。お前たちが、そう望むなら。お前に、みんなに、その覚悟はあるのか？あります。私はお前たちのことを、侮っていたのかもしれないな。すぐには私も整理できないかもしれない。しかし、私たちは同志だ。すでにそうだった。同志？これからも、共に戦ってくれるか？はい、もちろんです。東京ドールズレディオ国土調査員放送局。世界が変わる。願いの。ようこそドールハウスへ。ドールハウス所長マダラメ刹那役の明坂さとみです。このラジオ番組はスクウェアエニックスのスマートフォン向け美少女タップアクション RPG プロジェクト東京ドールズの YouTube チャンネルの第3フェーズとして、インターネットラジオステーション温泉とスクウェアエニックスの公式 YouTube チャンネルでお届けする国土調査員の極秘放送です。ドールズからゲストを呼んだり、ここだけの極秘な話をして、さらに深くプロジェクト東京ドールズを楽しんでもらうための番組ですが、今回で最終回。そしてですね、先日告知されましたけれども、アプリプロジェクト東京ドールズはサービスを終了することとなりました。本当に皆さんいっぱい遊んでいただいてありがとうございます。約4年4ヶ月ですか、10月まではね楽しんでいただけるんですけれども、本当にいろんな思い出があって、この後もねいっぱい振り返っていくので、お話はしたいと思うんですけれども、こちらのラジオ自体も2019年ですかね、始まってから約2年間公開録音をしてみたりとか、特別放送したりとか、いろんなことをしていろんなマスターさんに出会えたのが本当に楽しかったです。ちょっとしんみりしちゃうのもあれなんで、せっかくなのでこのね最後にふさわしいゲストさん来ているのでお呼びしたいと思います。最終回のゲストはもちろんこの方です。ようこそドールハウスへ、桜役の本土カエルです。よろしくお願いします。やっぱ桜ちゃんから始まった物語だからね。そうですね。
そう、でも最後にっていうのもおかしな話ですけれども会えてよかったし、やっぱりこのラジオドラマがやれたのすごい嬉しくて、今回はなんか今までとはまた全然違うところをこう選んでお届けできましたね、うんうん、そうですね。そう、今までは結構山田のお面つけて変なこと喋らされたりとかいろんなこうね、あとコラボレーションの時にこの特別放送って多かったりしたので、うん、そう、なんかここまで深掘って映像をつけてっていうのは結構マスターさんは感慨深いのかなって思いながら、なんかまた今回のこの選ばれたこの内容っていうのがすごくなんか心に、主にマダラメさんのポジションに対するそういう風になるような積み重なる思いってあるよなっていうところに結構ザクザクと桜が踏み込むというか、やっとなんか今まではそのまあマダラメさんも責務を負いすぎだったし、さくらたちはさくらたちでその追い求めるのがなかなか難しい位置にいたところが、やっとこの同志っていう関係になれたっていうのがね、同志うわーと思って、いやーよかったです、こうやって声を当てることができて、この後もね年表を振り返ったりとか、あとお便りもね本当にたくさんいただいているので、ありがとうございます、はい、いっぱい紹介していきたいと思います。では今より国土調査院放送局極秘放送を発信する最終回でもキラッキラのアイドルとしてお送りしたいです。この番組はスクウェアエニックスの提供でお送りします。こちら東京ドールズレディオ国土調査院放送局だ。ドールズレポート最終回バージョン。このコーナーでは今までの東京ドールズについて振り返ります。約4年の間にプロジェクト東京ドールズであった代表的な出来事を振り返っていきます。まさにラジオ最終回にはふさわしいコーナーとなっておりますよ、うん、では早速振り返っていきましょう。2017年6月22日にプロジェクト東京ドールズがリリースされました。これね、リリース前にはなんとドールハウス緊急招集ミーティングというイベントも実施されました。そう、本土ちゃんは、はい、あれだよね、殺戮人形のコスプレをして、はい、させていただきましたし、はい、明坂さんはマダラミさん風のスーツご着用でしたよね。そうしました。司会確かしてくださって、そうそうそう、関係者向けというかね、記者さんに向けての発表なんて感じでしたよ ね懐かしいな。あれでなんでか、なんだろう、そんなに長いこと会ってなかったプロデューサーをいきなり呼びつけるみたいな立ち位置で司会をしていたのすごい覚えてましたね。私もよく覚えてます。うん、こうだいぶもうほぼほぼ全員に近いぐらいの人数で、殺戮人形の衣装を身にまとって、そうそう、ずらって一列に並んでたんで、うん、きっと見てる側すごい迫力があるんだろうなってね、思いましたし、そう、うん、あとゲーム収録がみんな一人一人だったから、割とあ、ここが顔合わせになってたりとか、うんうん、あとその後実は打ち入りって言って、これから頑張りましょうねってお食事会があったので、懐かしいですね。そう、それもあってなんかすごく一致団結したなっていうのは覚えてるね。なかなかアプリゲーム、こういうコンテンツの形で、うんうん、アニメじゃないもので、うんうん、こういう決起集会じゃないですけど、こう打ち入りのようなものがあるのってそんなに知らない、経験が多くないので、うん、なんか当時は特に貴重でした。そうね、あんな風にこうみんなで心一つにさせてくれるんだって、スタッフさんもキャストさんも、あ、そう、そうですよね、衣装もそうだし、そう、一緒作ってくださったからできたことですしね、うん、サイズもありましたよ。あ、そうだったんだ。アプリのスタジオで、うん、アプリをセリフをいつも撮っているスタジオさんで、うん、今日は再戦です、着てみてくださいってこう着させていただくっていう、このスタジオで着替えるとはって経験もしながら、完全な個室ブースだからねすごい印象的で今でも覚えてます。うん、はいはい、そしてですね、うん、そんな、UR カード殺戮人形がリリースと同時に登場しました。うん、かっこいいですね。素晴らしいですね。そしてですね、アイドル衣装の UR カードドールズもリリースされましたよ。かわいいですね。うん、初期衣装でしたね。はい、これは最初の楽曲ドールズデスティニーが流れるカードとなっておりました。この最初の性が好きです。あ揃っていく
あと私これのやっぱ2番の切り替わり、そう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 、そう、なんでいきなりこのさドールズの衣装と殺戮人形が出たかっていうとみたいなところがね、楽曲ではそれ表現してくれるなって、うんうんうん、曲の終わりもなんかだんだん人数が変わっていく、あの、うんうん、歌のパートとかっていうのがすごいなんか寂しいというかなんか残酷に感じるようななんかものを感じていて、うん、印象的です。うん、はい、続いて2017年7月から9月です。はい、7月は少女迷宮が実装されました。そしてそしてケース01第2章ザ・ガーデンが開幕し、ここで100万ダウンロードを達成しました。ありがたかった。ありがとうございます。そして9月には新 UR カード殲滅騎兵がリリースされました。うん、鮮やか。そう、あのなんだろう、殺戮は結構ダークなイメージだったんですけど、うん、ちょっと神々しさもあってね。確かにそうですね、うん、騎兵っていうことでやっぱこう兜のようなこう、うん、鎧のようなパーツになってて、今見るとそんなに胸強調されてなかったんだね、この頃。当時はあの頃は、あの頃は確かにあやさんでさえ、うん、で、あーまあまあ若干そうですあ、まあまあこう下からそうアングルだけちょっと違うかなっていう感じくらいかな。こういう振り返り方もいいですねどこからだっていうね。そうですね。はい、続きましては2017年10月から2018年2月です。11月には第1回イラストコンテストが実施されました。またですね、2018年1月には初のコラボイベントとして劇場版魔法少女まどかマギカ前編始まりの物語、後編永遠の物語とのコラボが実施されました。そしてコラボカフェだったりオフラインイベントも初めて実施されました。あ、もうこの時すでにコラボカフェやってたんだね。いや、なんかコラボカフェの思い出たくさんあるんですよね。うん、そう、なんかそれぞれがこう2人ずつあの繰り出す時もありましたような気が。あったね。そうなんです。うん、初めてでした。うん、そして2017年12月には新 UR カード学生人形がリリースされました。美しいです、やっぱり。はい、続きましてですね、2018年3月から6月です。ケース01第3章スカイタワーが開幕し、うーん、200万ダウンロードを達成しました。早い、むちゃくちゃ早いですよね。はい、そしてですね、6月22日に1周年を迎えまして YouTube チャンネル山田だがスタートしました。はい、ここでですね、ケース01を担当されていた遠藤ゆりかさんから、この山田だとこの後のストーリーがですね、山村ひびくちゃんにバトンタッチされました。うん、山田だびっくりしたのが、あの社長とコラボレーションして発表されたんですよね確か覚えてる？社長が実写じゃなくて、うん、それもなんかあの作られた、あのアバターって言ったらいいんですか？うわー、すごい、今スバーって思い出してきました。そう、なぜ突然社長とっていう衝撃で、みんなあの楽屋で大爆笑しながら見ていたっていう。あ、笑った覚えありますね。はい、そして5月には1周年記念の新 UR カードジューンブライドがリリースされました。やはり5月はこれですね。うん、はい、続きまして2018年7月から9月です。東京ドールズは2年目に入りまして、7月に江南井戸クエスト新宿奈落が実装され、ケース01が完結しました。はい、そして8月には250万ダウンロード&初の CD 発売も実施しました。さらに9月には、ケース02第1章ラビリンスが開始されました。そして7月には新 UR カードシャイニーフェザーがリリースされました。はい、こちらもあのシャイニーフェザー音楽がねついていて、爽やかな感じの曲でしたね。始まりのハーモニー歌っていいのか悩ましいすごい、うん、明るいですねこれは、うん、そう、なんかやっぱバトルの時とアイドルの時のこの二面性があるのがドールズの魅力的でいいとこだよね。これは完全にアイドルというか、すごくこう溜めてたものをこう全部クリアして、うんうん、はーってこうライブをするような
ね、しかもちゃんとこうみんなが、あ、でもちょっとだけ美咲だけ目線じゃない感じはするけど、割とみんなファンサービスしているシーンだったんだよね。あ、そうですね、そう、これはちょっとキュンとしたな。みんなそういう風にライブしてるのねっていう気持ちになりました。そして9月に新 UR カード執行人形がリリースされました。すごいさっきとのさ違いがすごいですね。そう、二面性がここで去ってね。なんかこういう、なんだろ こうダークっぽいような一面の衣装の時の山田の顔が大好きです、うん、あ、楽しいんだろうなっていうこっちが本性だからね、山田のね来た来たっていう感じがしました続きまして、2018年10月から2019年2月です。11月は同じスクウェアエニックスのタイトルであるスクールガールストライカーズ2やとじのみこ、刻み師一線の灯火をはじめ、この時期はコラボイベントを多く実施いたしました。そう、なんか偶然なんだけれども、その、結構みんなが CV やっている作品とね、そうコラボレーション、多分これが初めてくらいだったのかな、もしかして。あ、そうですよね、うん、かおりちゃんさんがいらっしゃったり、うん、他にもいろんなところで携わっていて、うんうん、私もこうとじのみこのとじともの方で、うんうん、あのかなみちゃんってこうやらせてもらってたんですけど、確かかなみとさくらが会話をする、うん、時間内に会話を急いでするっていう、なんか何だったかな、では告知でしたっけね、こうコラボするよ、よろしくねみたいな、あったかも、聞いた覚えがある。そうなんですよ、うん、その文言を取るのがすごく感慨深いというか、普通出会うことのない人たちがコラボをしてくださったおかげで出会って会話をしているっていうのは、まあ、どの、ね、作品とでもそうですけど、やっぱ嬉しいなって思いました。でも大変そうだね。そうですねこれはどっちだってなりながら撮ってましたね、はい、そしてですね、2019年1月はキズナアイとのコラボが行われまして、2月は舞台プロジェクト東京ドールズ開幕されました。うわー、2019年だったんですよね。ねー、意外な感じがしますね。つい最近な気が私はしていた。そうですね、うん、この後もいくつかこう舞台の話もありますけど、はい、続きまして、2019年の3月から6月です。3月には第2回コラボカフェやオフラインイベント、そして山田だ第2フェーズドールハウス YouTube がスタートしました。わー、うん、ここからかみんなが巻き込まれだした YouTube。そうですね、否定できないですね、うん、そ巻き込まれるという言葉がすごい正しい気がします、うん、いろんなことなんでこんなことをみたいなこともあったし、あと割とその、うん、みんなドールズのキャラクターが出てきてるのにびっくりした。あ、こんなにみんな動いてアバターとして動けるんだっていう、すごいですよね、喋、うん、る口に合わせてくださったり、眉毛がなんか困ってたりとか、そうそうそう、めちゃめちゃ可愛くてびっくりしちゃった。初めて見た時キキポテチされてる、あー、いたね、武田さんとか、あー、そうそうそう、いらっしゃいましたよね。あったな、楽しかったです。うん、はい、さらにロード・オブ・バーミリオンやパルキリー・アナトミアとのコラボイベントも実施されましたね、うん、また5月にはグリッドマンとのコラボも実施いたしました。これちょうど私と鈴木えりちゃんがね、ちょっと生放送お邪魔して発表とかもさせていただきましたね。そして6月22日に2周年を迎え、うん、ドールズたちの死因に迫る記憶の奪還、駆動編、天動編、雪動編が順次公開されました。はい、そして4月には新 UR カードワンダーメイズがリリースされました、うん、こちら楽曲 It's OK が流れるカードでした、うん、これもなんか珍しかったね、テーマ性のある衣装で、うん、本当ですよね、うん、でなんか楽曲もなんだろう、こうアイドルなんだけど、うんうん、すごいおとぎ話、こっちのワンダーメイズに寄り添った楽曲で、うんうん、めちゃめちゃ楽しかったです。私こっそりコラボカフェも何度かコラボした時に行かせてもらったんだけど、そう、その時にこの楽曲とともにこの映像が流れて、一人一人のこの画像が出てくるのを見てワクワクして、これマスターさんめっちゃ楽しいだろうなって思って食事してましたね。素敵ですね、うん、さらにですね、5月には新 UR カード運命の歯車がリリースされました。またすごい確かにさっきまでワンダーランドだったのに、各ドールの
死因を表現した演出でした。うん、そうですね、やっぱこのプロジェクト東京ドールズって良さいっぱいありますけど、うん、この可愛い子たちの隠された失っている思い出せない過去死因についてみんながマスターさんがこう推理していく、うん、どうなんだろうって考えていくっていうのがまた一つのなんか特別な魅力でしたよね。うん、そう、さくらが死んだ時しかマスターたちは目撃していないから、そう、そこからの記憶を失った彼女たちっていうのがね、いやでもなんか記憶を掘り出せば掘り出すほどそのフィールを与えるとちょっと闇が見えたりとかしてどこまで与えようみたいなのめっちゃ考えたりしたよね。ですよね。はい、さらにですね、6月には新 UR カード食材人形がリリースされました。うん、うん、そう、名前は結構恐ろしいけれども、うん、すごくなんかみんながこう神々しいというか、そうですね、感じでしたね。はい、続いて2019年7月から9月です。東京ドールズは3年目に入り、7月には350万ダウンロードを突破し、初のノベライズプロジェクト東京ドールズドールズデスティニーを発売しました。そして何より8月、8月からはこのラジオ東京ドールズレディオ国土調査員放送局スタートしました。あれ、そっか、ということはもう今何年ぐらいにな、2年、丸2年ですね。わー、すごい。そう、ちょうどこの3年目の生放送かなんかの時に司会やらせていただいて、そのタイミングかなんかでぜひラジオとかもやりたいんですよねっていうのでお話が来てっていう。はあ。そう、でもサブキャラクターというかみんな見守る役なんですけどいいんですかみたいな形で、割と最初は緊張気味のどこまでこう、しかも今までそのオフラインとかじゃないとマスターさんって お会いできてないから、どんな方がいらっしゃるんだろうって、そんなにメッチェさんくらいしか本当名前を知らず、メッチェさんはねもうずっと受賞されてたからドルザワードそうだったので、結構緊張しいから始まりましたね。わ、うん、そうだったんですね、うん、はい。そして9月にはケース02第2章リバーサイドが開始され、そして音劇とのコラボイベントも実施されました。ありましたね。そして8月には新 UR カードクイーンドールがリリースされました。こちらは楽曲スマイルアゲインが流れるカードとなっておりました。あ、癒される、あ、この曲、うん、そう、あったかい気持ちになる曲で、今までのこういろんな闇をみんな掘ってきた後だったので、すごく浄化されましたよね。そうですね、なんか全部雲が晴れてくような歌声で、だからまたなんか最初の入りのところが歌声が主にこう先行するような印象なので、すごいクンって歌詞が胸に刺さるというか、好きですね、はい、何度癒されたことか。はい、続きまして2019年の10月から2020年2月です。こちら10月には第3回コラボカフェの開催や、撮影モードを使用した第1回ドールズフォトコンテストが開催されました。そう、これドールズのそのアプリケーションならではというか、うん、いろんな背景だったりとか、うんうん、あとキャラクターを何人も配置できるっていうところでみんなに選んで作っていただきましたね。はい、懐かしいです。うん、また複数のコラボ実施や、2月には初のコミカライズプロジェクト東京ドールズ忘却のイミテーションドールが発売されました。そして12月には新 UR カード新滅人形がリリースされました。うん、もうこの頃のメインストーリーはとても重かったね。これもうみんな笑顔じゃない、ない、これも珍しかったかもね。今までバトルとかしてても割とキリッとしてたりとか表情があったんですけど、今回割となんか人形に徹した顔というか、かそうですね。うわ、続いて2020年3月から6月です。はい、3月には初のアルバムドールズソングス&サウンズ01が発売されました。ここは初めてのアルバムですもんね。はい、いや
いかがでした？まず嬉しかったですこうやって、うん、しかも結構な曲数入ってませんでしたっけ、うん、なんかこうしてこうなんだろう、こう好きな順番で聴くこともまあこうできるし、うん、なんか最初の頃の思い出のこう詰まった曲から個人的にはあみんなどんどんキャラ感がこう色づいてって歌声でも、うん、あもっと濃くなってるこの頃みたいに。さあこれはあのキャンディースターチーム C のソロというかチーム楽曲が入っていたり、あとはあの楽曲ですよね、 BGM がキュッと入ってたりしたんで、うん、あとあの私がやったエイプリルフールの永遠メモリーが入っているっていう謎の仕様で、あのすごいですよね。そう、後ろにもジャケットはそういるあの SD の絵を描いていただくっていう、いやすごいですよありました、こっそりねこっそり、はい、そしてですねリリースの方も1000日を迎えまして、はあ、音劇リバイバルコラボイベントが実施されました。うわー1000日ですね、うん、さらに聖剣伝説3トライアルズオブマナーやヤングガンガンとのコラボ、うん、そして少女歌劇レビュースターライトリライブとの連動キャンペーンを実施し、6月22日に3周年を迎えましたよ。うん、3周年です。ヤングガンガンびっくりした、グラビアアイドルさんが本当になんでナナミの格好をっていうナナミがジャックしたような仕様になって確かに粋なことですよね。ねえびっくりしました。そして5月には3周年記念 UR カード大切な時間がリリースされました。ここでも私服が珍しかったかなですね、うん、でまたなんか大切な時間ってどこ切り取るんだろうと思った時に意外と本当にプライベートで何気ない日常のような女の子同士のこの楽しそうな時間なんだっていうのが、ね、確かにそれぞれに一人ずつちょっとね、うん、この手はきっとこの子だろうみたいなのが入ってたりするんだよね、洋服とか。そういいですね、うん、こういう時間がまた大事なんですよ、うん、はい。そしてですね6月には新 UR カードアストロメモリーがリリースされました。こちらは楽曲スターリーハートスターリーラブが流れるカードでしたね。うん、はあ、これはなんかカードもユキとかが明るい顔をしていて、うん、そうですごくあのブルーに映える、あそうみんなが素敵でしたね。あーそうだ、竹内さんがそうだこの曲聴いてもうこんなのもうグランドエンディングでしかないっていうそうだったんですか。リリース終わらなくてよかったみたいな話をしてましたね。そうだったんですね。綺麗な曲ですね。うん、そうユキが主体ですもんね。メインストーリーの中でもユキがいろいろ奮闘し C のメンバーそしてドールズに助けられるっていう、うん、切なかったな。山田が笑ってます本当だこれも珍しいね、珍しさを感じました、うん、では続いて2020年7月から11月です。8月には4回目のコラボカフェを実施し、うん、9月にはケース02第3章アンフィシアターが開始されました。うん、この頃になるとコラボも定期的に実施されまして、うん、新桜対戦桜とさくらとさくらあやねがそうだそうですね、そうですね、ありましたね。ちょっとややこしいですけどそうなんですよね、はい、そして2パコそしてニーヤオートマタアリスギアアイギスとのコラボを実施しました。あー盛りだくさんですね。うん、そして10月には初の EXR カード紳士偶像がリリースされました。ここででしたっけ EXR って初めて登場したの。そうか、そうもうみんなどんどん新宿奈落とかね潜っていって、うん、あここ勝てないってなった時に EXR 登場という強い味方が現れキラ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 そう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 まさに神の力ってなってた。本当イラストも救いをくれそうな形ですね。続いて2020年12月から2021年4月です。2月に記憶の奪還衝動編を開始し5回目のコラボカフェも実施しました。そして一度延期していた舞台プロジェクト東京ドールズはザ・ガーデンとスカイタワーをなんと同時に公演いたしました。そしてコラボイベント少女歌劇レビュースターライトを開催し3月には
450万ダウンロードを突破し、ケース02奇跡の代行者が完結しました。舞台は私あの DVD あブルーレイかブルーレイの方で第1弾見させてもらったら、うん、あまりのクオリティの高さと、うん、みんながこのなんだろう役者のやったものを踏襲して入れ込んでくれてっていうのにびっくりしましたね、うん、そうですよね、うん、なんかこうもう参考にするこうキャラクター像がこうアプリの中にはあって、うん、さらに声がついているってなるとそれをこう例えばその役者さんだったら、うん、どれぐらい自分もそれに寄せるかとか、うん、でもそれそういう話をこう生放送特番とかの時に実際にこうキャストさんが来てくださったことがそうそうあったね。すごく愛を持ってもう普通に好きになりましたキャラクター作品のことを、ね、話をされていたのが印象的ですね。あのアットというかあの稽古中にみんなアプリにハマってずっとやってるんですよ休憩中にってお話もされてて嬉しかったですね。ねえ素敵な舞台でした。はい、そして12月には新 EXR カードアナザードリーマーがリリースされました。こちら楽曲アナザードリーマーが流れるカードでございました。すごいかっこいい系でしかも楽器持つのとかは珍しかったですねこれですね、うん、デザインも今までになくって、いやいいですね、なんかみんなこうあこれを楽器選ぶんだみたいなそのちょっと勝手な楽しみ方も確かにあの山田はちょっと想像通りな感じあるけれどもありますよね。そうお前は叩くんだろうっていうそうそうそうありましたね、うん、そしてですね3月には新 UR カードワナビーがリリースされました。こちらはですね楽曲プレシャスデイが流れるカードとなっておりました。この時にね初めてあの虹色のお目目が実装されましたね。あそうこのキラキラのそうそうあのこの衣装ってねカード手に入ると着せ替えができてみんな写真撮れるんですけど、うん、まあいろいろ衣装だったり飾りはあったんですけども、うん、目を着せ替えるっていうのは結構珍しかったんですよね、うん、カラコンってことですね。そうそうカラコンから私たちで言うそう羽が生えてるんですよね目の中に。うん、うんはい、そしてそして4月には新 EXR カードグレイブオールがリリースされました。こちらも確かフクロウモチーフのあー、はい、結構なんか鳥シリーズがあったんですよね確か何枚か。そうか鳥シリーズそうあのそっとあの、割とセンシュアルビーストとかビーストシリーズが主だってあるので、はいはい、広告で見かけました。そうそうそう広告はビーストシリーズ多いですけどそっとそう人形シリーズみたいなのがあったりとかそういうシリーズがあったんですよね、いやいいですねはい、はい、そしてラストは2021年5月から8月です。5月にはナンバーズが新規プレイアブル化されました。これは驚きでしたね、うん、そして第2回ドールズフォトコンテストの開催やコラボイベント総裁少女庭園に加え初の公式設定資料集が発売されました。そして6月22日に4周年を迎えました。はい、7月にはスキル演出閲覧機能実装やドールズたちの本名が明らかになる記憶の奪還18話が追加されました。うん、またぎゅっと詰まってますね。そっかここで初めてみんな本名を知るっていうまさかの4年経ってからの4年ですね。そうかそう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 長かったですね長かったねさくらちゃんは岡崎さくらちゃんの名前で、うんうん、いやでもすごく似合ってる名前ですね。カタカナしか知らなかったですけど、うん、ついに漢字まで丘に咲く桜っていうことで、うん、すごく綺麗な名前だったねですね、うん、でもね、うんうん、丘にいろんな思い出があるとかなんかそうそうだねこのシーンにもあるけれど、うん、はい切なくなるねなんかギュッとします、うん、はい、そして8月ニパコ復刻コラボや第6回コラボカフェを実施いたしましたがこのラジオの最終回とともにサービス終了の告知がございました、うん、ただ
だサービスの終了自体は10月の29日12時の予定ですので、うん、まだまだ遊べますし、うん、岡崎さくらさんのことが知りたければ、うん、ぜひ知ってください、そして新 UR カードナンバーズとカンナギのビメがリリースされました。そうナンバーズが続々とカードがリリースされて、このカンナギのビメは、うん、あの曲調に合っている感じでしたね。曲がびっくりしました。 和調で来るんだと思って、あ思えば今までなかったですね。そうなんですよ、ナンバーズそう実装されて初めて歌った曲がわーってわーってなるわーわーそうお届けましたね。はい、そして新 UR カード彼女たちの休日がリリースされました。平日は楽しそうですね。雪は変わらずっていう感じですけど、変わんないですね。想像通りでした。うん、そしてですね新 EXR カード雪道の歯車がリリースされました。でチーム C とナンバーズはこちらとなっております。そうナンバーズも追加されたので結構ガチャが楽しくなった感じはしますよね。確かに、そうあみんな集めなきゃってキャキャキャガチャリ、うん、ということで駆け足でしたが、うん、振り返りました。わーなんかいいですね、こうやって年表で振り返らせていただけるのは、うん、やっぱり見ると思い出すね、あの時こんなことあったあんなことあったって結構その節目節目にみんなでお祝いしようって言ってくださって、うん、まあ、今ねこういうコロナ禍ではあるんですけれども、うんうん、こういった映像付きの形だったりっていうので何人かで集まったりとかできて、うんうん、それもすごい楽しくって、うん、いろいろ考えちゃいますね。考えたくなります。そうですね、はい、素敵な年月でした、うん、以上ドールズレポート最終回バージョンでした。東京ドールズレディオ国土調査員放送局、天の川を背景に写真撮ってくれるのは嬉しいんですけど、構図が決まらないからって波にさらされ続けて1時間はさすがに風邪ひいちゃいますよ。それでは普通歌を読んでいきましょう。はい、まずはマスターネームメッチさんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。明坂さん、でちゃんこんにちは。こんにちは。山田だ第3フェーズとして始まったドールズレディオも、最終回ということで名残惜しいです、うん、毎回の楽しみであった冒頭のミニドラマですが、さすが趣味がドールズであるマダラメさんのドール愛が凄まじく、メインストーリーで大変なことになっているマダラメさんとのギャップで混乱してしまいました。できればドラマ CD など出していただけると嬉しいです。クリスマスの公開配信にも参加させていただき良い思い出となりました。また第5フェーズあたりでレイディオが始まるのを期待してます。ドールズレディオお疲れ様でした。楽しい放送ありがとうございました。とメッチさんありがとうございます。ありがとうございます。そうあれドラマ CD だけだよね、多分出てない。いろいろやってきましたけどね、うん、ラジオ CD もあ出てないけど、なんとなくだって舞台やってCD 出してコラボカフェもやってラジオもあり、うん、いやもう今からアニメ化とドラマ CD 化はいけるんじゃないですか。嘘いやいいぞ言うのはただですけどね。そうね、数年後に突然復活するかもしれない。やっぱりあのドールズっていい作品だったなっつって、うん嬉しい素敵じゃないですか、ね、はい、ぜひぜひまだまだ楽しんでいただけるかなと思います ね。 そうですね、ぜひよろしくお願いします、うん。続きましてこちらはですねマスターネームジオさんからいただきました。あそしてこちらアロマさんからも同じような内容いただいております。二人ともありがとうございます。明坂さん本田さんこんにちは。こんにちは。いつもアプリ楽しませてもらってます、ラジオ最終回ということで勇気を出してふつおた送らせていただきました、うん、あこちらジオさんですね、うん、僕はマスター歴半年の新米マスターさくら激推しです。お
ドルラジオを聞き始めたのもごく最近で、今までこのラジオでどんな楽しいことがあったのか想像するばかりで分かりません、うん、そこでなんですが、お二人に今までのドルラジであった出来事、これはという思い出はありますか？ぜひ詳しくお聞かせください。そしてアロマさんからも、このラジオを収録してきた中で思い出に残っていることや印象深かったことあれば教えてくださいといただきました。ありがとうございます。そうですね、うん、このラジオ、このラジオ自体はだいたい2年ぐらいでしたよね、うん、そう、うん、私的にはその始まった当初から結構まあいろんなことがあったじゃないですか、世界的にも。っていうのであのそれでもこの番組には、うん、あのできればドールズに関わった人は全員お呼びしたいよねっていうのでいろいろ呼んでいて、であのリエリーを初めて呼べたんですよ、かなさんを。それでやったーって呼んだらすげえソーシャルディスタンス取られて端と端で収録したのめっちゃ笑ったなっていう記憶が。そうだったんですね。ありますね。やったーからの。そう遠いねーって。遠いね。そうでもいつか近づけるよねって言いながら二人で収録して。その通りですよ。なんか私ももう。あ、リモート、リモートあったありましたね。あれね、マネージャーさんが隣にいてマジでバタンバタンみたいな音も聞こえながらやってたねそうですねそう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 ですね、あの事務所の方で撮らせていただいたので。そう、いやでもあれももうあれしか方法がなかったというか、その頃は特にそうでした ね、 ね、そう、手作りでどうやったらこうお客さんに届けられるかな、うんうん、でもスタジオは使えないみたいになってて。そうなんですよ。でも止めたくない、このみんなに届く場所っていうのでやらせていただきましたね。うん、あったな。やっぱこういざリモートになるとこう皆さんのこう表情とか間合いの感じが意外と分からなくってあとは電波とかいろいろなこのレスポンスで今喋るかぶったみたいなことがそう結構あったりした気がしてあと第1項、あの第2項が今配られているんですけどみたいなのもあってね。ありましたね。あったちょっと待ってくださいね、どれがどれがポチポチってあった、懐かしいね。やりましたね、あ、確かに私コラボ会いろいろあのレビュースターさんだったりだったり、あとそうコラボでフレマームズカール総裁ダメだ少女テーマ、そう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 、合ってる合ってる、ええ、そうだ、あのさ、だって最初の頃コラボの時絶対さくら死んでからスタートだったじゃん。うわー、そうか、そう、うわ、覚えてる、何回殺されたか分かんないさくらちゃん、いじった覚えあります、私死んでるってそう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 、なんかこんな死にたくないって言うとグリッドマン助けに来てくれたりとか、そうそうそう、頼もしすぎますね、あったね。続きましてこちらはマスターネーム青見ニコさんからいただきました。ありがとうございます。明坂さん、本田さん、こんにちは。こんにちは。いつも楽しく聞かせていただいてます、最終回ということでメール出させていただきました。私のドルラジ最大の思い出は19年のクリスマスにあった公開生放送です。その中で私のメールも読んでいただきありがとうございました。キャンペーンや宝くじに当たったことはありますかという質問に、明坂さんは中根よしのクオカードやアニメの打ち上げでの叙々苑の割引券というご回答でしたが本田さんは何か当たったことありますか？はい、また明坂さんのツイッターで、あ、そう、当時ねケーキが差し入れがあってありがとうございますって言って、クリスマスだから、そうそうそう、はい、でエリちゃんと食べたんだけど、あの差し入れ私が差し入れたものでしたそうだったね、はい、召し上がっていただけたのでしょうか、気になっております。召し上がりました今までドルラジありがとうございました。これからもお体に気をつけてお仕事頑張ってくださいと。そう、美味しくいただきましたし、そう、当たったことあるってそんなこと回答しましたねそうなんですね、うん、確かに私は宝くじは あって300円とかは、あの、まあ、そういうあれだね、連番で買うと当たるみたいな、ね、ですね、特別ではない感じの、うん、そういうのはあるんですけど、やっぱ打ち上げはたまに運よく当たる時はあって、私もそうですね、ジョジョ園のあの割引のあれ数枚入っていたりとか、うん、でも一番大きかったものとして大きかったのはダイソンの掃除機、いいな、あ、違う、ヘアドライヤー、ヘアドライヤーでした。え、あの待って、あの穴が開いている、はい、めっちゃ乾く、すぐ乾くやつだよね、風量えげつないやつです、うんうんうん、あーって、いいな、あれが当たりました。
なんか個人的に思い返して今思ったのは、うん、当たる時って私大体あのちょっとしか出番ないけど、あるなんかめちゃくちゃ気まずい、ある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 、あの何話で1回出ましたっていう、そうゲストとも言えるかなみたいな、なんか恐縮ですみたいなね、そうなんですよね、あるあるなんでああいう時ばっか、なんか主人公とかやってもうこれは挨拶にもできるしっていう時には当たんないよね、わかりますめっちゃわかります、悲しい。続きましてこちらマスターネームラルチーさんからいただきました、ありがとうございます。あけさん、ゲストのエーデちゃん、こんにちは。こんにちは。ドルラジ最終回と聞いていても立ってもいられずメールを送ります、うん、ドールズとの思い出語り出すとキリがないのですが、なんといっても今年2月のオンラインお渡し会特に印象に残ってます。このご時世なかなかお渡し会なるものが開催しづらくなった中で、カメラ越しとはいえさくらちゃんのメッセージカードをエーデちゃんの手から受け取ることができたのはとても嬉しかったです、受け取ったカードは今でも部屋の真ん中に大切に飾ってます。改めて東京ドールズレディオお疲れ様でした。全45回欠かさず聞いておりました。楽しかったですと。部屋の真ん中すごいよねちょっと気になってしょうがない。テレビとかの上とか神棚的に置いてあるのかもしれないすっと、うん、でも私確か山村さんと2人でオンラインお渡し会させていただいて、うんうん、私もこういう形でのお渡し会は経験がなかったので。そうなんだ。ありますか、何度か。いや私もねないな、オンラインでは。そうだから話に聞いてて、うんうんうん、確かドールズでもね何度かあって四角子とかもやってましたよね。そうでもこう私たちの会話みんな聞いてるのが反応がないからちょっとドキドキしてたんだけれども、そうなんか一人一人の顔を見ながら話せたからそれは嬉しかったっていうですよね、うん、なんかあれもすごくそのカードをお渡しするのと、うんうん、次のカードを手に持ってまたお渡しするのとそのタイミングは自分次第でもあったので、うんうん、ちょっとこうシュールな感じになりながらやった覚えありますね。うん、でみんな喜んでくれてたみたいですね。いや嬉しいです。そしてですねイラストの方もたくさんいただいております。お名前とお写真、お写真じゃないイラスト紹介させていただきます。マスターネームゆかりんさんからです。こちらの、はい、あやのイラストですね。かわいい。続いてこちらはマスターネームプロデューサーさんからです。あ、すごく、はい、思い出とともにこのねあのドルフォト的なものを送っていただきましたね。へえ。はい、続きましてこちらはマスターネームゆずいちごさんです。はい、お掃除、あ、みんなの好きな、ん？あ、お掃除、みんなでお掃除。そう、もう掃除といえばさくらだからねやるぞって続いてこちらマスターネーム茶沢さんからです。いつもありがとうございます。お疲れ様でした。まあ、本職になったんですか。え、本職、あ、この実績がきっかけでゲームデザイナーの仕事に就くことができました。すごい、おめでとうございます。すごい、なんかここで自信をつけてアイカツでの採用とは別にイラストコンテストなどでも入賞してその道に進まれたと。すごい、すごいね。一人の人間の人生を大きく変えてしまった。素晴らしいじゃありませんか。うわー、おめでとう。頑張ってください。いい人生になるといいな、うん、続いてこちらマスターネームあまみさんからです。ありがとう。今回のためにわざわざ書いてくれたんですね、続いてマスターネーム梅柴さんです。 ありがとうございます。お疲れ様。あ、そう、セリフ言ってほしいということなんでちょっとお願いします、はい、ドルラジお疲れ様だよ。わ、これはきっと嬉しいんじゃないかな梅柴様何度も送っていただきましたしね。うまいな、うん、かわいいです。そして最後はマスターネームリラさんです。あ、すごいギチギチいやすごいよみんなめっちゃ見てるあれ、お花、お花、お花、高梨さんそっとお花、まあ、やりそうな感じしますね。こんなにかけちゃうの、ね、本当に皆さんありがとうございます、気持ち届きました、うん、そしてですねここで箱番組のレギュラーを担当してくれたゆき役の内田真彩さんより最終回宛ての音声コメントが届いておりますのでお聞きください。どうぞ。皆さんこんにちは、ゆき役の内田真彩です。
いやー、今回ね、ドールズそしてこのラジオが終わるということで、いやー、とっても寂しいですね。私もこの雪役をやらせていただいて、でこのコーナーをですね、ずーっと中身をね変えつつもやってきたんですけども、毎回毎回実はですね、皆さん知っていたかわかりませんけれども、たくさんのこう話数を一気に取るというため撮りというのをやっておりまして、でため撮りをするとですね、だいたい半年分ぐらい取るので、もうこう最初にこう季節のお話なんかをすると、この今まだ冬だけど春一体どうなってるんだろうねっていうのをこうスタッフさんと笑いながらですね話すっていうのがドールズラジオ恒例になっておりまして、それがなんだか楽しかったなという思い出がありますね。いや、ユキは静かなキャラクターでもあったので、ゲーム内ではあんまりはっちゃけることはできないんですけど、このコーナーの中、ラジオの中でだけは結構いろんな皆さんが送ってくれたコメントだったり、お便りをもとにはっちゃけることができたので、その辺もユキをずっと演じてきた身としてはとても楽しかったです。それもこれも全てマスターがね、たくさんこう愛を注いでくれたおかげかなと思いますので、本当に感謝しております。長らく聞いていただいてありがとうございました。ではではというところで、皆さん、内田真彩でした。ありがとうございます。またどこかで。はい、そう、真彩ちゃんはその取りだめのタイミングが結構こちらのゲスト回と被ったりとかしていて、そうなので結構いっぱい喋りながらもそうでも久しぶりにこう来てくれたっていうので、マスターさんのお便りも楽しそうに読んでくれて、影の立役者でしたね。季節を想像しながら、でもいい関係ですね、みんなスタッフさんと一緒に、うんうん、どうなってるかな、夏はとか笑いながら話すっていうのもいいですね。そう、あとそう、ユキの見ない一面が見れるっていうのはこのコーナーのなんかいい点だったなって思ってちょこちょこ聞いておりました。そう、ラップ全然リズムに乗れてなくてもユキだから OK っていうね。ユキならいいです。そうコーナーでした。はい、このね、内田真彩さんのコーナーもですけれども、今回もですね、本当にたくさん普通お答えいただきました。めちゃめちゃたくさん。そうで、毎週毎週本当に選べなかったものもたくさんあったんですけれども、全部拝見させていただいて、ゲストさんもすごく皆さん喜んで見ていらっしゃいました、うん、本当にマスターのおかげでここまで長続きしました。本当にありがとうございました。ありがとうございました。以上、ふつおたのコーナーでした。東京ドールズレディオ国土調査員放送局。ここからはお知らせです。サービス終了にはなってしまいますが、アプリ内では感謝キャンペーンが実施中です。まずは配布系のお知らせです。メインストーリー&デイリークエスト強化キャンペーンおよび復刻ゲットキャンペーンを実施中です。さらにデイリーログインボーナスを毎日3000メモリア配布に変更しています。大盤振る舞い。またSSR や SR カードと交換できるドールポイントをドールズ&ナンバーズ全員分配布中です。さらに第7回投票イベントのサブカード、ミサキ、ヒヨ、ナナミも配布中です。よかった、間に合って、せっかく投票したのにね、カードもらえなかったら悲しかったですからね。ぜひ皆さんゲットしてください。大盤振る舞いです、はい、続きまして公開系のお知らせです。残念ながらまとめて公開となってしまいましたが、ドールズのフィールストーリー全81話を図鑑にて公開中です。すべてフルボイスで誰でもご覧いただけます。さらにドールズ、ナンバーズ、コラボプレイヤブルキャラの季節セリフなど日替わりで確認することができる日替わり限定セリフキャンペーンも実施中ですよ。またエンディングムービーも公開中です。アプリ内にアクセスすることで再生されるほか、公式 Twitter と公式 YouTube チャンネルでも公開中です。その他にも UR50%、 へー
の年代別プレミアムガチャや EX バトルシミュレーターリベリオンが復刻中です。すごーえ、てかフィーダのストーリー81話も撮っていたの、それにびっくりだよ。そうですね、私も数字を考えたことがなかったんですけど、うん、すごいですね。確かになんかみんな季節ごとにワンクールに1回とかすごい時間をかけて撮っていたよっていうのは聞いていたんだけど、そうなんだ。じゃあ81話まで見たらきっとみんなのことがもう完璧にわかる。見てください、聞いてください。続いて取得系のお知らせです。各デイリークエストにおけるフィール取得量を20倍、さらにコイン取得量を10倍にしています。イエーイ、よっしゃ。ドールズやナンバーズたちの感情レベルアップなどに役立ててください。また撮影モードショップのコイン価格を大幅に下げています。さらにデイリートロフィーで取得できるチャレンジチケットの取得料および新宿奈落で取得できる奈落コイン取得料はそれぞれ10倍になっております。10倍。またケース02までのストーリーはプロジェクト東京ドールズ公式 YouTube チャンネルにてストーリー動画として公開中です。ぜひご覧ください。ドールズが知れちゃう、すごいよ。さあ次はアプリ外の情報です、うん、書き下ろしの新曲2曲を含むラストアルバムドールズ Songs and Sounds 02が2021年12月に発売予定です。これがジャケット、今が公開、初公開ですかね。かわいい、みんな いやダンバーズも揃ってんのがいいですね。揃っちゃいましたね、うん、そしてこの書き下ろし曲、うんうんうん、実はデモを聴かせていただいたんですよね。はい、1曲聴かせていただきました。いかがでした？なんかまず結構ボリューミーな楽曲だなっていうデモの段階で分かって、うん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 、あとはなんかこの聴く何分何秒の部分とか聴く部分によって、なんか懐かしい感じがする、あれこっちも懐かしい感じがっていう、すごくなんだかいろんな要素が詰め込まれた楽曲でしたね。うん、収録したいです。なんか本当に今までのドールズが詰まったような曲調で、うん、もう初めからエモかったですもんね。でしたね、みんな泣いちゃうかもしれない。そしてプロジェクト東京ドールズの完結メモリアルセットの発売が決定しました。公式設定資料集ボリューム2とメインストーリー完結編ノベライズケース03そしてその手をのセットとなっております。公式設定資料集ボリューム2は前回の公式設定資料集と同じようにカードイラスト、衣装デザイン、スキル演出カットシーンはもちろん記憶の奪還完結編や未公開イラスト、そして書き下ろし4コマも掲載予定です。このセットは2022年春に発売予定ですので、しばらくお待たせすることになってしまいますがご期待ください。いや、ここに集約できて、しかもサービス終わってからもしっかり発売してくれるのは本当にありがたい。そうですね、うん、完結編っていうところまで描ききってくださるっていうのがまず嬉しいですよね。ね、走り切ろうとしてくれたんだね。本当ですね、うん、その他詳細はアプリ内のお知らせをご確認ください。以上お知らせコーナーでした。東京ドールズレディオ国土調査員放送局。マスター、月が綺麗ですね。え、そうだねってそれだけですか？もう、もう。世界が変わる。願いお送りしてきた東京ドールズレディオ、そろそろ忘れられてしまう時間になってきました。はい、今回のジングルのさくらのセリフなんですが、うん、マスターネームライオネルさんと佐藤さんからいただいておりました。このお二方もよく送っていただいてね、他にもたくさんの方がマスターさん送ってくださったんですが、うんうん、1時間も写真を撮るための構図で悩むっていうのがすごくこの実装されている機能ともなんか一緒に映るなって個人的に思って、うん、もうちょっと
こう重ねたいんだよなこの手とかって言い出すと止まんないんじゃないかと。そうドルフォト毎回みんなこうってこんな使い方あるんだみたいな。そう後ろに人を立ててそれを隠して隠してそうなんです。そして後半の方は、最後だしなという気持ちで、可愛らしいもの、月が綺麗だねというのを選ばせていただきました。もうマスターさんは鈍感なんだからってなりそうだねもうって、はい、さて今回はですね最終回ということで、全ユーザーさんに3000メモリアとプラチナガチャチケットをプレゼントしたいと思います。今回は抽選はなく、はい、プレゼントいたしますので、ぜひねログインして誰でもゲットできますので、最後にドールズに会いに来てくださいね、お願いします、ということで本田さん改めてこのラジオいかがだったでしょうか、なんかざっくりこう何分ぐらいでこのラジオやれたらいいよねって話があって、とても収まることはないと私まだ喋れる全然思い出あるあって、そうでもそうやってたくさんの思い出を得られたっていうのはすごく貴重なことですし、こうアプリゲームとして始まって、舞台もやって音楽もコラボカフェもっていうのが本当に素晴らしいことで、それとお客さん、マスターの皆さんが来てくれないと続かないことですし、本当に恵まれたコンテンツだというのですごく嬉しい気持ちになりました。本当に私がこのラジオやっててびっくりしたのが、皆さん東京ドールズって、その人を追いかけたりとかするパターンも多いと思うんですけど、コンテンツ愛がすごくって全部見てくれるんですよね。 CD も聴くし舞台にも通うし、もちろん舞台から入った人もゲームやってみたら面白くてって送ってくれた方も何人もいて、そう、それがねコラボ先のファンの方もすごくありがたくて、それこそレビュースターライトであったりとか、アリスギアであったりっていう方も、そう両方楽しんでくれてっていうので本当にびっくりするくらいの広がりを見せていて、そう、5周年もうちょいだったのにってちょっと思うけど、確かにそうあるんですけれども、はい、このねいろんな流行がいろいろある中で4周年も続くっていうのは本当にすごいことだったので、そう思いますね、すべての皆さんに感謝したいななんて思っておりました、マスターの皆さんありがとうございます、ありがとうございます。ということで本田さんもありがとうございました。どうもありがとうございました。それでは東京ドールズレディオこれにて最終回です。10月29日の12時までゲームはたっぷり楽しんでくださいね。お相手はまだらめ刹那役の明坂さとみと桜役の本土カエルでした。それでもラジオは生き続ける、みんなから忘れられたこの世界で、いやみんなと積み重ねた新しい世界で。この番組はスクウェアエニックスの提供でお送りしました。大丈夫。